株未経験です。諸事情により兼業はできず、株式投資を始めるためには退職する必要があります。年間1000万近くは貯金できる収入があるのですが、テスラさんならどのタイミング基準で専業に移行されますか？もしくは兼業を、隔たないで、専業に移行するのはリスクは高すぎますでしょうか？まあでも諸事情で兼業ができなくて年間1000万も貯金できる収入があるんだったら、そっちの仕事を退職しないでそっちの仕事をずっとやってる方が、まあ人生的にはだいぶ安定というか、まあいいとは思いますけど、ただそのやりたいことをやるのが人生なんで、やりたいことやって失敗しても、まあ仕方ないって思える人であれば、僕はもう全然そのやりたいと思った時にやればいいと思いますよ。やっぱりそれやるためにもパワーがいるわけですよ。その退職してとか、毎年1000万の捨ててとか。結局自分がそれやめてでもやるって決めて実際に退職しますって言ったぐらいの時は、それだけパワーが一番ある時ですから、それはご自身がそう決意した時っていうのが正解だと思いますよ。だからその後、もちろん、よく行くパターンもあれば、悪く行くパターンもあるけど、でもまあ人生一回きりでチャレンジしたいって思うタイミングで、まあ、チャレンジするっていうのは、それはそれで、僕はそうしてきましたし、そうしてよかったと思ってますから、それはね、結果はもちろんどっちもあるでしょうけど、まあ後悔しない人生の方が、僕はいいんじゃないかなと思いますけどね。ただやっぱりみんな言うと思うんですよ。親も周りの人も、いやいや今の環境があるんだから、今の安定した環境があるんだから絶対今のやった方がいいよ、それはそれで正解だと思うんですけど、それをその周りの意見とかも振り払ってでもやりたいと思ったら、その時がタイミングじゃないですかね。だから僕とかももちろん親にも友達にも反対されたわけですよ。反対というかもう呆れぐらいのレベルじゃないですか。そんな20そこそこのやつが、なんかもう明日から株で生活していきますとか言っても、いやいや待て待てってなるでしょ。そら親だって絶対に、どこの親がそんな賛成なんかするわけないじゃないですか。よし明日からじゃあ株で頑張っちゃえっていう親いないじゃないですか。それはもうみんな言いますよ。それはみんな止めますし、ただそこで止められてて、まあそうですねって言って、そうだねって言って、じゃあ普通にちゃんと働くよって言って働いてたら今の自分もないわけですから、どっかでやっぱりそうやって反対されてもそれを押し切って自分の人生なんで、まあ、やるのもまあいいんじゃないかなと、まあ、僕はそうしてきたからまあ思いますかね。まあ、みんなね反対するんで、まあ、僕は逆に賛成しますよ。それは成功するために一番大切なことは何ですか？まあ続けることでしょうね。何事も続けないと成功しないですし、あと続けれるかどうかは大事じゃないですかね。しんどい時とかを絶対やりますからね。なんかプロのスポーツ選手のことで考えたら分かりやすいと思うんですけど、やっぱりね、皆さん小学校とかからずっと多分そのスポーツをずっとやってるわけで、思春期とかみんなが遊んでる時も練習してとかやって、オリンピック選手とかプロの選手になってるわけで、絶対途中でしんどい時とかいっぱいあるわけじゃないですか。でもそれを乗り越えてこそ活躍できると思うんで、まあ、株やるにしたって、まあ、しんどい時とか辛い時はもう当然のごとく来るんですけど、まあ、それでもそこでくじけないでやる、力っていうのは、まあ、大事でしょうね。成功するには一番大事なことかもしれないですね。テスラさんは誰でも1億円ぐらい稼げるようになると思いますか？ちょっと難しいところですけど、誰でもとは今は思ってないですかね。昔はまあ自分にできるんだったら誰でもって思ってましたけど、どうやらやっぱりどうしたって向いてない人はいるわけですよ。例えばもうすぐ熱くなっちゃうとか、何度言っても自分の周りとかでも何回言ってもギャンブル的な取引を必ずしてしまうとか、我慢ができないとか、決めたことを守れないとか、なのでやっぱ自分で決めたことを守れない人はどうしたっていい結果になりにくいので、そういうのはやっぱ性格的な問題とかがあって、やはり全員っていうのはないんじゃないですかね。やっぱりただやるべきですよ。今これ見てる人とかでやったことなくて、その投資してみたいなとかっていう人がいたらもう必ずやるべきだと思いますね。それも額決めて、期間決めてとか、額決めてとか、もう絶対にやらなきゃ損ですよね。もしかしたらその人はめちゃめちゃ向いてる可能性があるわけですから、でもそれはこっち側、僕には分かんないですけど、
めちゃめちゃ向いてる人がいるのは確かでしょうし、それで本当100万円が何億円とかっていう人をたくさん見てきましたから、他には多分そういうものないですから、他にいわゆるギャンブルみたいに言われてるもので何億円になるみたいなのってないと思うので、まあ、絶対に1回やるのはめちゃめちゃいいと思います。1回やって向いてるか向いてないかで判断してとか、1回向いてないと思ってももう1回もっと頑張ってまた勝てるようになった人たちもたくさんいますし、やらないっていうのは、まあ、人生においてあれしたいなこれしたいなって考えるけどやらないってこといっぱいあるじゃないですか、行動力みたいなの。でも本当この世界だけで言うと1回は絶対にやった方がいいとは思います。ただ自分にとって大きな金額を使わない、もう本当に100万200万300万ぐらいだったら、長い人生で考えるとそこで若いうちに300万円なくなったら、まあ、300万貯金して300万円なくなったら絶望を感じるのはわかるんですけど、でも300万円人生全部で300万円って言ったら決して大きなお金ではなくなったりするので、一度チャレンジするっていうのは費用対効果はめちゃめちゃ高いと思います。株式投資で勝ち続けるために必要な考え方は何かありますか？また株式投資で勝てる人、勝てない人の違いは何でしょうか？勝ち続けるためには常に自分を変化できるか。まあ勝ち続けるためっていうか大きく勝つためにはですけど、相場って変わっていくわけですよ。上げ相場もあれば下げ相場もあるし、例えば新興が上がる年があれば、日経が上がる年もあったり、どっちも上がる年もあったり、常に変化してて、ルールも変わっていくんですね。昔は信用取引は回転売買できなかったのが今はできるようになったり、ストップ高ストップ安の幅が広がったり、あとはアルゴリズムって言って機械の売買とか、アローヘッドっていうのでスピードがすごい速くなったりとか、変わってないように見えてずっとあるんですけど、でもちょっと中身は変わってるんですね。なので、そこでちゃんと変化できるかどうか、同じことやってたらずっと勝てると思われがちですけど、実はそうじゃなくて、常に勝ち続けるためには、相場が変化するわけですから、相場が変化しているのに自分が何も変わらなかったら当然ついていけなくなりますから、そこでちゃんとついていける自分を変化できる時には自分が一番得意な手法とかそういうのを捨てれる、そういうのも大事になってくるんじゃないでしょうか。はい。他のトレーダーの手法や考え方を取り入れたり検証することありますか？もちろんそれはたくさんやってきたと思います。僕の時代はブログがすごい流行ってて、いろんな人がいろんなことを書いてくれてましたから、それを見て自分なりに解釈したり試してみたり勉強したりデータをにしたりして考え方を取り入れていっての今がありますから。なのでまあ僕は本は読まないですけど、ブログは毎日何百個と読んでたので、まあそれが本の代わりだったんじゃないでしょうか。普通に生きてて、じゃあ1億でも10億でもいいんですけど、貯金しようって思った時に、まあ、どう考えたって普通にじゃあ働いてとかなると、まあ、無理があるじゃないですか。特に10億ってなったら、まあ、貯めれないじゃないですか。まあ、それはもうサラリーマンとかやる限りは、まあ、一生10億貯めれないんですけど、10億貯めれる仕事って自分で会社とかやるか、すごいスポーツ選手になるか、すごい歌手になるかとか、すごい芸能人になるかとか、それもめちゃめちゃ薄いと思うんですけど、あとやっぱり歌とかそういうのってもう持って生まれたものがめちゃめちゃ大きいじゃないですか。スポーツ選手にしたって、野球選手とかサッカー選手でも、海外のサッカー選手とかでも持って生まれて体が大きくないととか、運動神経がめちゃめちゃ良くないととか、努力だけではどうしたって無理なものがあって、それをじゃあ大人になって18歳とか22歳とか学生終わるときに考えたとしても絶対間に合わない世界だと思うので、ってなると、もう本当、それぐらいしか、もう起業するか、投資するかぐらいしかないと思うんですね。起業と投資ってなった時に、じゃあどっちの方がいいかっていうと、もう圧倒的に僕は投資の方が可能性は高いし、簡単だと思うんですよ。っていうのは、起業して、その大きくなると、いろんな従業員さんいっぱい雇うわけじゃないですか。いろんな、付き合いとか、取引先がどうとか、いっぱいあるわけですよね。そうなった時に、じゃあ、飲食店やってました。飲食店いっぱいチェーンやりました。で、その時にコロナが来ましたってなっても、まあ、コロナ来た、危ない、これやばいって思っても、どうしようもできないんですね。じゃあ明日からもうやめますみたいな。解散しますって、やっぱりできないじゃないですか。いっぱいいろんな人関わってるし、従業員の方もいますし。なので、何かバッてなった時に、やめれないんですよね。で、時代もやっぱ変わっていくじゃないですか。流行り廃りあるんで。なので、
こういう事業やってますみたいなんで、すごい成長しても、じゃあ違う競合他社来ましたとか、もう新しい、全然新しいサービスが始まりましたっていう時に、ずっとこれをやってきたから、パッと変われないとか、難しいところって多いと思うんですね。それが投資だと、もうすぐ変えれるんですよ。株をやってると、じゃあ上場企業の会社の飲食店にすごい投資しました。コロナ来ました。もちろん株価下がって、ちょっとは損しますけど、まあ、損はするけど、でも1日で撤退できるんですよね。じゃあコロナになってすごいこっちの業界は困るけど、逆にこっちの業界は需要が増えるんじゃないかみたいな、簡単に考えると、じゃあ例えばウーバーとか出前館とか、ああいうのはもっと増えるんじゃないかとかって考えたら、1日で業態変換っていうのがすぐできるわけですよ。パッパッと、もうそしたら半日でできるわけ、こっち売ってこっち買うだけなんで。なのでめちゃめちゃ投資の方が有利だと思うんですね。なのでどっちの方がじゃあ10億円貯める、1億円貯めれるってなったときは、僕的には事業をやるよりは投資の方が全然いいと思いますし、それは性格にもよるんでしょうけど、僕的にはもう家いて誰を雇わなくても上司もいなくて部下もいなくて、まあそれを寂しいと思うかどうかは人それぞれですけど、まあ別に友達は遊ぶ友達がいればいいわけですし、なんかそれで何億とかってめちゃめちゃいいんじゃないかなみたいな感じで思ってます。